ニューエイジ、ニューエイジライブ、レジュン決め、ベイブレード対決。ベイブレード。はい、ということで、今回は、ベイブレードだ。楽しいな。これ持ってたんですね、だから。はい、これは、本日、バイト終わり、僕が買ってきました。バイト、バイトが、バイト終わりに、ベイブレード2個と、こちら、スタジアムがついて、定価6000円のところ、4400円。買い物上手。これは安い。スーパーバンク。すごいお買い得なんですよ。これスターターキットでね、これ1個買えば、ベイブレードが今日からでも始められる。そんな動画ないですか？始めません。はい、ということで、この決め方、はい、まず、このベイブレードが2つあります。2つセット。はい、これを相方同士で対決して、勝った方が僕に挑めるという形。なるほど。はい、これが僕の、また別で買ってきたオリジナルベイ。なんか強そうで、なんかライオンみたいなやつ。重厚感がある。これ最新作。最新作。なるほど。はい、8月15日発売とかでした。もうベイブレードの紹介ベイブレードチャンネルが、はい、というわけで早速、はい、あの決め方ね、そう、それで、はい、勝った方が俺と対決するんですけど、はい、その手順の決め方、はい、それはまあ俺に勝ってなおかつその俺に勝ったタイムが速いやつ、一番速いやつが取り、はい、このベイブレードに勝つ、俺の勝ったやつ、勝った中で一番早く俺を倒したやつがまあ取りで、その負けたやつ、負けたやつの中で一番早く負けたやつがトップ、あ、なるほど、ってことになってます。なるほど、負けても大丈夫ですね。そうです、負けてもまあ粘れば、粘ってたらいいってことですね。なるほど、はい、早速やりましょうかね。はい、何タイプですか？これ攻撃タイプです。テクニックのが、これはこれ防御型。なるほど、これかなり特性あります。なるほど、ね、楽しみやわ。田村さん攻撃的やからな何にやねん。はい、いきますかね。はい、うわ、スリーツーワンゴーシュートで打ってください。あ、懐かしい。はい、いきます。スリーツーワンゴーシュート。だって潰れてた。なんで？これはすごい、完全勝利だ。バウンドした瞬間に。これ当たってなかったから。一個ずつ弾き出して。どういうこと？まだ回ってます。これは田村すごいぞ。この速さでだから優勝さんを倒せばいいと。なるほどな。これ見た後黄色使わん。明らかに弱いもんな。ちょっと納得いかんな。もう一回やるか。私コンビ同士はね、なんかやってもらうと、ね、もう一回、じゃあもう一回ちょっとお願いします。俺がそっちにするとかある、うん、いや、俺はディフェンスや。そう、そうか、あんまり高くからやったら壊れますから、ね、はい、はい、いや、どうぞ。あっ、あっ、おっさん、戻って落ちた。おっさん、だいぶやってたのにな、昔。意外とそーっとやらない。いきます。スリー、ツー、ワン、ゴー、シュー。きた！おー、きた！おー、きた！おー、おー、おー、防御してる、防御してる。攻撃的や。攻撃の田村。なんか恥ずかしい。攻撃的な。攻撃的や。完敗や。それがちょっと強すぎるな。いや、わからんぞ。でもそういうわけでもないんか。まあね、今ね。使い方やこれは。相性もあるかもな。まあじゃあマーティーもやるか。そうですね。まあ俺はだからこっちにかし黄色でいいからこっちちょっと。あ、ええんや。場所、場所で。場所。場所で。磁場とかないだろ。いや。これ、俺も買おう、ベイブレード。これ劇場にちょっと起動しようかな。ほんまに買えよ。厳しい。なんか怒られてる。何を怒られてんねん。準備いけるか？はい。黄色頑張れよ。いきます。おう。3、2、1、てれんなよ。ゴーシュー！お！黄色ありそうや。お！お！お！じゃあ分からんな。分からんねや。ただ潰されてますけど。これさっき押し出した。ボロボロでも黒に変わるんですよ。ボロボロでもこれ。なるほど。関係ないんやな。なるほど。まあやり方ない。え、これはどっちが勝った？一応黄色、僕。細や。はい。やっぱ
と青と黄色両方戦う、うん、ネタ書いてるからこれやるしかないっすもん。そうやな。そういうこと日々練習してるから。僕らもかけてないええんか、それ青でええんか。まあ俺はこいつ信じるよ。攻撃的やからな。青の使いこいつに防御は似合わない。こいつを信じる。きた俺のベイ。他タイムっすね。おタイム。これタイム。これでも勝ったらもうだから取り近いってことやろ。どの瞬間押しますか。ゴーシュート。ゴーシュートで。鬼滅はゴーシュート。ちょっと。行くぞ。うわー緊張する。青が田村ね。はい。黒が俺。スリー、ツー、ワン。もう優勝さんが止まった時点で 5秒16。早っ。取りや、また取りや。絶対取りや。絶対取りや。また取りや。もうええって。もうええって。早めにネタやらせてくれ。もうこの運えマーメイドはすごすぎる。強っ。なんでやねん。これすごんない。やばい、こいつらには。また取りやん。こいつらに出順切れはかなわない。倒せばいいんですよね。だから頼むね。はい。いぞ。はい。スリー、ツー、ワン、ゴーシュー。おおお。お。いけるいける。おお。おもろい。おもろい。おもろい。いい戦い。めっちゃいい戦い。耐えれてるわ。耐えれてるよ。やばい。やばい。いや、これ倒したらでかい。あ。あ、倒せないよ。渋い戦いやな。渋いな。おお。お。お。いけいけ。おら。おお。20秒。20秒。あんまこれは強ないぞ。強ないっすやん。そんな。逆番じゃん。ボスやと思ったのに。ボスや思ったのに。冷えた八方斎やった。古いて。20秒16。20秒16。まあでも早いから分からんけど。まあ、勝ってるっていうのはでかいですね。でまだ回ってる。すごいな、こいつ。こいつはこいつでやっぱ強いんや。いや、そうっすね、多分。一丁一旦。ちょ、ベロ。やるか。やるか。絶対乗せてよ。はい、ということで。はい。手順、一体どうなるのか。交互期待。いや。はい、ということで、ベイブレード対決。ベイブレード研究会の。はい、いやいや、僕はあの、え、あの、正直、え、こんなやつ持ってました。どんなやつ？あった、この補助あるんですよ、こう、グリップ横に、ね。なんていうんですかね、あの、こうやるタイプのラジコンみたいな。ああ、動かせるやつや。で、こうあって、持ってた、持ってた。あ、持ってました。うわぁ、当時出会えればな。俺も持ってた。じゃあこいつら返せ。気持ちの悪い。はい、行きますよ。もう始まるんじゃん。おい、そんな高くから落としたらもうぶっ壊れるぞ。めっちゃこれ、3、2、1、ゴーシュしたけど。こんな引っかかることあるやん、ちゃんと。うわ、こんなゴミ箱みたいなことあるやん。なんなんすか、この場所は。でも引っかかんねや、ちゃんと。無様な。似合うね。はい、これは買ったやつですよ、買ったやつ。確かに。買ったやつね。衝撃だからね。はい、お兄ちゃんはどっちがどれをやりますか。いつもね、あのお前には何も決めさせてないし、今日ぐらい決めさせてない。ほな、俺、青。ちゃんと買った方を、まっすぐ選んだ。青の方が強そうやから、青。強いからな、マジで。
いや、このね、黄色はね、防御タイプ。黄色は防御タイプ。今は先方を出てっちゃってたじゃん。先方を誤った。攻撃してこいつは動かざること山のことしてるから。なるほど。こんな暴れさせちゃうから。だいぶ知ってんのよな。いけるか。めっちゃ燃えるわ。3、2、1。あ、はい、しけた。F 戦勝これ。何これ。Oh my god。はい、トップバッター。はい、トップバッター。攻めて戦わせて。ちょ、ほんとに、ちょ、ちゃんとやる。ちょ、ごめん、ほんまに。たぶんやる、マジで。おーまい、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 言いたくなさすぎて違うの出そうとしたけど、出会うって。ちょっと、すいません。ほとより、そこへ。そうやな、確かに。頑張ってください。ます3、2、1、ゴーシュー。神の負け。勝ち上げ。ふがみの負け。場外。よかった。分かった。鼻から上。場外。甲子園の大会でよかった。なんか。ゴーシュパー。やっぱ最初かわさなな。何の負け方するの。いや、照明力が。これが相当弱いっすよ。いや、ちゃうね。初手でぶつかったらあかんねん。え、ちなみに、はい、これ田村さんが、うん、買ったやつはどれなんですか。これは青です。おー、やっぱり青が強いから。強いな、ほんまね。ほんまこう、いや、序盤の衝突避けたらこいつかなり強かったよ。なんか、まあ確かに。そう、田村は遊びでやった、いろんなやつでやった中でも全勝してたから。あいつが上手いだけかもしれん。はい、ということで、じゃあ頼むと。でもこれ任せろ、お前の狩り。まあ、じゃあ俺対北川、まず。なるほど。ちょ、カメラマン、わかりました。ま、敗者はカメラマンとストップウォッチ。はい、わかりました。はい、わかりました。うわ、ちょっと待って、ほんまに。いや、僕はもちろん青ですか。青ですか。後輩に譲る、それは。いや、先輩。いや、俺。あ、違う、そうか、関係ないか。そうか。部外者。そうか。でも、乗った瞬間に押していいですか。ゴーシュート。シュートで、わかりました。うわ、これめっちゃ盛り上がるな。ま、マジである。日本橋でいるよ、この絵。この光景あるわ。はい、もう手元映していいですか。はい。3、2、1、ゴーシュー。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。何秒？5秒3です。5秒3で負け、かなり早く負けた。あ、これは？これはやばい。いやーん。いやーん。いやーん。お前からのいやーん。そうですよ。戻してきました、今日は。初めて。桃鉄の音したな。はい、ということで。オッケー。ワンちゃん頼むぞ。任せろ。ちょっと青でも先に嘘ついたんじゃないか。え、そっちがいいな、俺、そっちで。ダメです。いや、やっぱね、そのベイブレード触るとやっぱもう童心に返っちゃって、やっぱイヤーンしてその返しが小学生の返しをイヤーンして、うわ、緊張する。これ倒、青でいく。青でいきます。まあ、さっき俺倒したもん。もう普通に、あとほんまに最初の方嫌です。デジュンが、そうですよね。なんか5秒は優勝専用ベイに勝って、絶対勝ちたい。いけてますよ、いけてます。ポトだけはやめろ、お前。ポトは大丈夫か。ちょっと待って、ちょっと待ってください。ここだな。来い。せーの。3、2、1、ゴーシュー。おお、お前やばい。1秒94で。お前何してる。お前、あんまここから飛び出すことないやろ、お前。エクストリームバーストだ。違う、こっちから出んねん、普通。おーしゅー。おー、上から飛び
ドアのやつです。うなぎさん。あれ、あ、僕の勝ちだ。勝ちではない。まだ回ってる、こんな。すごい。すごい。追えないからカメラがもうすごい強いわ。やばい。早い。ございます。え、何？1秒94。これは怪しい。怪しいんだもん。トップやんけ。ほんまに。俺今ベストな。お前。ベストな講習したね。俺らトップでこいつらベイ弱いねんなと思われながら見られるやんけ。え、てか、確かに田村さん強っ。勝ったんすか。すごいっすね。勝てんねや。だってすごっ。どうなって何週かして力みすぎてもあかんのですかね。いやけど俺結構緩めでいってる、正直それで言うたら確かに下が緩かった、はい、というわけで一体どうなってしまうのか、はいはい、こうも期待ゴーシュー。僕の勝ちだ。いや全部3、2、1。あっ、ちょっと、ちょっと一瞬湿気出てるわ。なんで落ちんのが一瞬なんだ。元気晴れるや、やっとき晴れるや。きついな。うわ、もう絶対にやれへん。どんなことがあっても晴れるや、絶対しない。3、2、1。ゴーシュン。いいよ、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 そういうこと。これこれ、これいいよ。いいじゃん、待って待って、うわぁ、バーストフィニッシュ。ほんまや。圧倒されすぎてる。嘘だろ。モブすぎるこいつ。3、2、1、ゴーシュン。あれ、こっからや。うわ、まだいけるや。俺はこっからや。これ無理やろ、頑張れ。ハナコーヤーやー。